さあ、まもなく残りが 300m になります。この4チームのうちの3チームです。上3チームがシード獲得、1チームのみが予選会に回ることになります。非常な戦いは4分の3、上位3チームシード。さあ、國學院の前に出ました。初シードが見えてきました。出場5回目で初シードになるかどうか。あーっと、コースを間違えている。あー、なんと國學院トップで走っていましたが、コースを間違えた。日体大先頭、その後ろ青山、城西、國學院追いつくか。4分の3です。まず日体大、8位で日体大、9位青山、なんとか國學院間に合った。そして城西はシードを落としました。なんという結末でしょうか。わずか2秒でシード、城西は及びませんでした。そして國學院大学は出場5回目での初シード。今安堵の表情を浮かべました國學院の1年生寺田。そして今山梨学院大学が12位でフィニッシュです。